はい、どうもシャマです。さあ本日は18年前のポケモンカードを手に入れてきたので開封していきたいと思います。こちら通常弾ですね。多分通常弾で、こちら2つがフォッシルって書いてあるんで多分化石の秘密なんじゃないかとは思いますが、なかなか正体不明のカードなので開けていきましょう。このカードはアメリカから入手したものではなく、アメリカから輸入して、古いおもちゃ屋さんで売ってたのを私が買ってきました。おっ、ちょっと待って、めっちゃ裏面かっこいいな。どれが一番レアだ、ちょっとわかんないな。こっから開けていこうか。あ、ガスティということでゴースですね。英語がちょっとここら辺ね厳しいけど、あ、なんかレイアウトがちょっと違うよね。面白い。あ、ブーバーね。あ、このイラスト覚えてるな。あった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 。マグマール、ゴルバット。あ、ゴルバットそのままなんだ。ゴルバットで通じるのかな。なんかちょっとかっこいいね、この技の表示の仕方がかっこいい。エネルギーだね。カブトプス来た。まあ、進化の何かの化石とね、カブトがないとできませんが、まあ、すごい等エネルギーがこう4つね、田んぼの田みたいな感じに習ってますね。何かの化石来た。俺 HP10 なんだ。へえ、リサイクルですね。ホルシーホルシーホルシーってね、穴をホルシー。ゲオドゥード、ゲオにいそうだな。こんなこんな人ゲオで見たことあるわ。ゲオの18金コーナーからこんな人出てきた覚えあるわ。ヤドン、あ、かっこいいな。スローポケスローポケ、遅いポケモンってことか。あー、このヤドンかわいいよね、イラストね。サイダ、これサイダ、サイダック、サイコアヒルみたいな感じ。サイコアヒルって、ま、アフラックのあの CM のアヒルも相当怖いけどね。あれもサイコパスっぽいけど。はい、あ、キラが入ってない。エネルギーサーチか。キングラ、キングラそのままだね。ほい、ゴレム、ゴレムロード・オブ・ザ・リングになかったっけ。お、来た、プテラ、プテラは結構いいんじゃない。あ、でもそうでもないか。あ、アーボ来ましたね。エカンス、エカンスって何、エカンス、イーカンス、イーカンス、イーカンスみたいな感じですね。オムナイト来ました、かわいいね。オマンにてみたいな、なんだろう、なんか撮影場所よくあるじゃないですか。東京にて撮影みたいな、オマンにて撮影みたいなね。ちょっとどういう意味かわかりません。お、来た、このベトベターのイラストほんと好きだわ。ベトベターもなんか規制されたイラストあったな、海外にな。はい、では最後カメックスの段上げていきましょうか。はい、見ていきましょう。スタリュウ、スタリュウ、うん、スラップでもあったね、これ平手打ちだったっけ。ドゥオ、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 あ、デュオか、デュオだね。あの、ドゥオがデュオになってるっていうね。はい、マグネ見て、マグネ見て、マグネット見て、みたいな感じなのかな。はい、これ雑だな。セルフデストラクト、これいいね。自爆がセルフデストラクトっていうらしいですね。これからも私も使う、セルフデストラクト。お、ビル、ちょっと待って、ビルになってる名前。まさき、トレイナービル、ドロー2カード、いいですね、かっこいい、うん。お、闇エネルギー来ましたね。まあ、これはでも日本でもアメリカでもどっちでも使えるんじゃないかな。はい、あ、エナジー、はい、炎来ましたね。お、悪竜、ハイパービームってあったっけ。ハイパービームないよね。スラム、スラムってなんだろうな。スラム街しか思いつかない。ハイパービーム、え、なんかそれに似てるの。破壊光線的な、破壊光線じゃないよね。こんな弱くなさそう。はい、リバイブ、元気のかけら、すごい生き返るみたいな感じだね。はい、ディフェンダー、あ、ディフェンダーそのままか。ゴースト、ハウンター、いい名前だね。なんか徘徊するものみたいな感じなのかな。はい、そして、最後のカードがこちら、オニックスイバークじゃダメだったんだ。オニックス、カメックスみたいな感じで、なんかいいな、この海外のポケモンの名前調べるのもなかなか面白いですね。はい、ということで今回は、アメリカ版ポケモン18年前のポケモンカードゲームでした。さよなら。